オッカムのカミソリ。この方法を使うと悩みが解決するかもしれません。はい、毎日の話、皆さんこんにちは、七瀬アリーサです。今日はですね、ちょっと哲学についてなんですけど、まあ皆さんね、いろいろ人生の悩みあると思うんですよ。仕事にしろ、勉強にしろ。で、今回その人生の悩みとか、まあそういう課題って、まあほとんどが昔の人たち、まあ、今までの人たちが経験してきたものなんですよね。なので、すでに解決法っていうのは出ているんですよ。で、この解決法を探す、まあ要はその真理を追求する営みっていうのが哲学というふうに言われてるんですね。私そういう哲学の本とか読むのがすごい好きなんですが、今日はねその哲学とかの中でも特に有名なオッカムのカミソリについて解説していこうかなと思います。まあ、これ今の悩みにすぐね皆さん応用できますし、まあ、今後ね使えるものになってくるので、皆さん自分に置き換えて当てはめてみていいと思ったら、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。じゃあまずそのオッカムのカミソリ、そもそもどういうのかなっていうと、なんとなくね聞いたことある人はいると思うんですけど、実は14世紀に哲学者のオッカムさんっていう方が、発明された方法なんですね。14世紀なので本当にもう長いことね使われている手法ではあるんですが、これはまずシンプルな方を検証しましょう、最初にっていうことなんですよ。カミソリってこうね削ぎ落とすようなイメージがあると思うんですが、オッカムのカミソリはそこから来ています。まあ、例えばこれ分かりやすい例で言うと、まあいきなり皆さん熱が出ましたってなったら、まず大体今の時期はコロナを疑ったりとか、あとまあ一定風邪を疑ったりとかしますよね。もちろん熱が出る病気っていうのは他にも熱中症だとかリンパ肝炎だとか、あとまあなんか他の感染症だったり、もしくは虫歯でも、ね、熱が出ることとかありますよね。だけどまずはシンプルに今一番考えられる可能性から考えていきますよね。こういうようなことがオッカムのカミソリです。他のことにも使えます。皆さんの悩みに、ね、置き換えて使うときにどういう手順でやっていったらいいのか、こちらです。はい、まずはじめに状況がどんな状況なのかを説明してみてください。今自分の問題はこれでっていうのをね、一回その状況を書き出してみる。例えば、なかなかトイックの点数が上がらないとか、英語が喋れないとか。でそれをですね、2番目のステップで前提に分解していきます。そもそもじゃあなぜトイックの点が上がらないのかって言ったら、じゃあ単語が原因なのかもしれないし、文法が原因かもしれない、パート1、2、3、4、5、6、1どれかが悪いのかもしれないとかね、そのように前提にね分解してみます。勉強時間が足りないのかなとかね。3つ目で本当になくてはならないのかどうかっていうのを考えてみます。じゃあ例えばこの前提は本当に必要なのかなっていうのを一つずつね考えてみるんですよ。でいらないものは削ぎ落としていきます。だからパートね、各パートが悪いんじゃなくて、もしかしたら単語がいけないんじゃないかなとか、足りないんじゃないかなとか、もしかしたら学習時間が足りてないのかもしれない、これはちょっと減らせれないなっていうところで、他の前提を全部却下して、もうこれだけ大事だっていうのを残すんですよ。その前提を検証していくことやり方になってきます。でオッカムのカミソリに関してはあくまでこれ指針です。もちろん他の可能性になることもあります。例えばさっきのね、熱が出てコロナじゃないかっていうところに関しても、熱が出た理由がもしかしたらコロナとか風邪ではなくてリンパ肝炎で腫れてしまったよって人もいるかもしれません。だけどまず最初にシンプルな方から可能性を疑っていく方がいいよと。同時にさ、例えば皆さんお医者さんだとして、熱が出た人に対して同時にリンパ肝炎の可能性もあるし、虫歯の可能性もあるからって言って全部を一気に検査しないですよね。でもしくは複雑なところ、虫歯のね検査とかからねやっていくよりも、まずじゃあコロナの PCR やりましょうっていう風になりますよね。そういう風にシンプルなところから初めに検証していくことでいいですよっていう風に言われています。今回ですね、もう一つ似たようなものを紹介しておきたいなと思うんですが、これは実用最小限の製品で試しましょうという MVP というのがありまして、 MVP ってね、こうなんかすごい MVP 賞みたいなイメージがあると思うんですが、違ってミニマムViable Product の略なんですね。つまり使える最小限の製品で試していくことが大事ですよと。要は前提を試しましょうっていうことなんですよ。なんかさっき言ったオッカムのカミソリのやり方で前提をね試していくときに使えるやり方になってきます。まあ実用最小限のもので試作をしてみることが大事っていうふうに言われてるんですね。例えば、もし皆さん車を作りたいなってなったときに、いきなりこう車を作るのじゃなくて、例えばまずは似たような、そうですね、スケボーから作っていくとかね、
そこからキックボードになって、そこから自転車になって、これでいけるなと思ったら車にするとかね。そんな感じで、ちっちゃいものから作っていくことが大事です。これのメリットとしては、短期間で評価ができます。短期間で、これはいけるいけないっていうのが見えるんですよね。例えば、iPhone なんかそうですよね。もう散々これだけさ、アップデートとかがあるじゃないですか。また iPhone1 から始まって、今、なんだっけ、もう10とか12とかまでいってると思うんですけど、そういう風に、初めはもう必要最小限の小さいもので試していって、うまくいったらどん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 良くしていくっていうところですね。あとはまあトイックとかで例えるのであれば、教室にいきなり通うとか、いきなりこうトイックの英会話スクールに通ってみるぞっていうよりかは、まず一回ちょっとね、模試を受けて自分で試してみるとか、もしかしたらね、そういった教室に行かなくてもできるかもしれないしっていうところで試していくのが大事になります。要はちっちゃく試すっていうことですね。これが MVP 手法なので、よかったら皆さん自分の悩みに、オッカムのカミソリと MVP を使えないかっていうのをね、試してみてください。じゃあ実際ね、ちょっと実践例としてケーススタディを持ってきました。ケース1、ぜひ皆さん一緒に考えてみてください。まあ、英語力が伸びないときどうしますかっていうことなんですが、まあ英語力が伸びなかった時、例えば皆さん様々な教材を使ってしまったり、いろんな有料サービスに手を出してしまったりとかして、で結局、まあ、1年に1回テストを受けて英語力上がったかな下がったかなって確認したりとか、そういうことをしてしまうと非常にもったいないですよね。これをオッカムのカミソリを使うと、例えばシンプルにただ単に喋りたいんだったら喋る量を増やしてみるとかっていう風に前提を変えてみるっていうところです。あとは MVP を使ってですね、まあ、最小限のもので言うのであれば、覚えたものだけを使ってちょっと会話をしてみるとかっていう風に試していくことが大事なんじゃないかなと思いました。まあ、ケース2がですね、相手が不機嫌な時、まあ、例えばパートナー、一緒に住んでる人だとか、自分の子供とかがね、不機嫌だった時、友達でもいいですけど、どうするか。普通はね、なんか、あ、これで怒ってんのかな、あれで怒ってんのかなみたいな、いろいろ考えたりとか、なんかちょっと嫌だなっていう気分になったりとか、ちょっとこれもやってみようかなとか、いろいろね、考えてしまうと思うんですよ、こっちも。そういう時にオッカムの手法を使うと、まあ、シンプルにまずね、じゃあ聞いてみましょうと。前提は何なのかっていうのね。あとは自分の気持ちを伝えてみる。なんかちょっとイライラしてるよねみたいな。ちょっと私なんかしたかなとかっていうのを聞いてみることが大事になりますよね。いろいろね、こう考えるよりもシンプルにまず聞く。そこがね、これオッカムのカミソリを人間関係にも活かせるような使い方なんじゃないかなと思いました。あとはまあ一番の原因っていうのを仮定して、まあそれに対する対処法をこっちでやってくるとかね。まあ例えば、あ、また多分仕事でうまくいってないからこの人はよく怒ってることが多いから、多分仕事でうまくいってないんだなと。ちょっとね、そっとしといてあげようとかっていう風に、そこにね、仮定して やってみるっていうのが大事になりますよね。もう一言だけちょっと声をかけて、必要最小限で、こうなんか、仕事うまくいってないの大丈夫みたいな言って、それで反応が違ったら、他に行くっていう風にできるので、ちょっと軽い一言で試すみたいなのも大事になってきます。ということでですね、シンプルに試していくこと。まあ、これがオッカムのカミソリ、そして MVP のやり方になります。まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないんですけど、実際この14世紀から使われているやり方にはなってきますので、皆さんぜひ今の悩みとか不安とかあった時に、この2つの手法を使ってみてください。ぜひね、こういう、なんて言うんだろう、フレームワークじゃないですけど、昔の人たちの知恵とか、そういうものが好きな人はですね、今後もまたそういう皆さんの生活に役立つ知識を提供していってる大人の勉強チャンネルなので、ぜひチャンネル登録をしておいてください。またこの動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価、そしてためになったなっていう方も高評価お願いいたします。皆さんの悩みがオッカムのカミソリまたは MVP でちょっとでも解決しますように。でこの後出てくる動画、次おすすめなので見てみてください。概要欄にノートもあります。では See you!